みんなでね、こう、解説動画を作ろうってなった時に、あ、カウント数えられないってなったの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。木管拍子のリズムを使っております。アスプリッターマジリです。今回はブラックピンクさんのシャットダウンサビ解説。はい、今回の楽曲、リズムがですね、ちょっと変わってます。今まで通りですね、1、2、3、4、5、6、7、8で数えていくと上手に踊れないんです。なので、これどういう風に数えたらいいのか、どこにアクセントを置くべきなのかっていうのもね、解説の中でですね、説明していきたいなと思います。なので、振り付けをただ覚えるだけじゃなく、プラスアルファね、上手に踊るポイントと、楽曲をもうより理解して、楽しく音に乗るっていう感覚をね、皆さんに掴んでもらえたらなと思います。一緒に頑張っていきましょう！それでは早速、せーの、踊るね。今回の動画も反転しております。こちら右手、左手です。鏡のようにして覚えてください。それでは最初ですね、ブン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 みたいなところがあるから、そのサビのちょい前からいきたいなと思います。右手から回して、タン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 でここまで来ます。はい。手を中にこういう風に回してきます。で、右手がこの辺に来るときが、アクセントポイントです。丸がある中のちょい斜め上、内中みたいな感じ。で、反対の手も外から回してきたこのちょい円の内側がアクセントのポイントになります。なのでやってみると、ブン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 でここまで来ます。はい。その時に左足から踏んでもらって、踏ん、お尻が結構左側に外れます。でも、少しわかりますか？こう手首がね、ここのラインがまっすぐではなくて、少し、キュッてしてあげると、ちょっとこの女性らしい感じが出てるから、ブーン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 。で、4回やったら、移動して、ドン、ドン、胸の前まで来てください。はい。この手はなんか肘あんまり上げるっていうよりもちょっと気持ちいいラフな感じでいいかなと思います。で、外から中に、胸の前に持ってきてください。これがサビ前のちょっとした部分です。ワン、ツー、せーの。チャン、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 チャ！きまーす。オッケー！で、カウントの数え方ですね。いつもとちょっと違うんですっていう話を最初にちょっとだけしたんですけども、今回は、1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 っていうような3拍子のリズムを使っております。でも私もうこれ最後の最後も全然気づかなくて、みんなのね、こう解説動画を作ろうってなった時に、あれカウント数えられないってなったの。なんか数えてるとね、途中でなんかずれるのよ。なんかおかしいね。で、それで記憶を頼りにいっぱい考えたの。なんだこれはって思って、バレエで使ってたワルツのリズムだって思って、1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 ってクラシックバレエでね、私習ったのよ、ワルツってやつを。そのリズムだって思って当てはめてみたらもうビンゴだったの。もう感動しちゃった。で、三拍子なんぞやとか、ワルツなんぞやって全然覚えなくていいんですけど、三拍子って、こう、いつもだったら、1,2,3,4,5,6,7,8 っていうさ、式。見たことあるでしょ？きっと歌の合唱のコンクールとか学校でも習ったと思うんだけど、1,2,3,4って振る。5,6,7,8。ほとんどの楽曲はこれで当てはまるのよ。なんだけど、今回の楽曲に関しては、1,2,3,2,2,3,3,2,3,4,2,3っていうリズムの取り方なんです。なんで、アクセントのつけるところが、1,2,3,4,5,6,7,8みたいな感じになります。これを大切にしてあげるとね、すっごい踊りやすいんだ。あ、いつもとちょっと違う3つのリズムを取るんだよっていうのを大切にしてみてください。で、Happy birthday to you. Happy birthday to you. も三拍子らしいんですよ。なので多分皆さんも、いつもと違うんだよって言われて、やったことないからできないかもって身構えずに、意外と知らないだけで三拍子の音楽を結構聞いてることがあると思うので、取れるはず。ということで、リズムの数え方、ちょっとアクセントの付け方、なんとなくイメージができたよって人はね、動画のグッドボタン押していってください。はい。では、行きましょう。せーの、お、ブン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 。来ました。したら、こっからサビです。さっきやった、
1,2,3,2,2,3,3,2,3,4,2,3 をカウントにすると1,2,3,4,5,6,7,8 みたいな感じになります。で、こっから1,2,3,4 っていう風になります。はい、三拍子っていうリズムが来るから足も3つ踏みます。 1,2,3,4 っていう感じになります。はい、横から見てもらうと踏み出したちょいね、後ろの足をもう一回踏み直してリズム取ります。ドンタッタ。1,2,3,4。はい。これがあんま大げさに浮いてきちゃうと、ちょっと雰囲気が可愛くなっちゃうので、あんまり浮かずに、でも音は下に、ドンタッタ、ドンタッタ、積んでください。はい。せーの。1,2,3,4。きます。はい。で、手が左手グーパンチ前で、右手がボン。当たったら横から降りていく。そしたら今度両手でボン当たって跳ね返ってください。イメージはなんかこの T をイメージしてもらって、この枠の中で踊るんですけど、最初に横から当たってあげるっていうのが大事です。外にっていうよりも外から当たってから外またで、また T のこの辺を通って下るでしょ。そしたらこの反対の方、外の T の部分からやってきて中心に当たったらまたT の横まで伸びて下まで降りてくるっていう、この動線を大切にしてもらって、右足から1,2,3戻った、今度左足1,2,3いきます。はい、せーの、1,2,3,4いきます。はい、でアクセントがね、この 1,2,3,4 に来るから、このパンチをするときに少しね、リサちゃんとかはこの手に対して胸がクッてこっちによるよるっていうリズムで、ここでバーンアクセントを取ってます。バーン、はい、なので体がちょっとこのグーによって当たったら跳ね返すっていう感じ。 1,2,3,4 っていうリズムになります。どう？いけそう？やってみましょう。せーの、1,2,3,4。したら右足から出して、ファ、イ、シ、ドン。いきます。なんかカウントおかしかったね。はい、ここからやることだけ聞くと、右手をこういう風に出してもらって、これね、斜め下、もしくはこういう風に握ってもらうような、抱える感じで、どっちでも大丈夫です。ふん。したら、中から回して手を上に上げる。その時に横向いて、シャッターガー、これを、なんかシャッターを下ろすような感じで、ストーン下に下ろしてきてください。ダーダー。顎が上がります。はい。横から見てもらうと、ここから出した、フーフー、ドン。で、結構ね、前側の方に体重が乗るような感じで、来ます。そのタイミングをですね、やってみると、せーの、を、1,2,3,4、5,6,7,8きます。したら戻りの、もう一回右足から 1,2,3,4 今度はすくってきてください。右からすくって、左からすくってください。指はね、結構寄せてこういう感じにしとくといいかも。パーでこうっていうよりもちょっとこういう感じ、さっくりな感じで。さあ、でまた足は右足から3つ 1,2,3,4っていう風に3拍子、だん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 取る。したらこの足が最後ね、右から左から、で最後戻ったらもう足を開いていく。でもう一回右足つく時にシャッダーンカーンで後ろにはまります。はい、なんで最後の足がもう次の準備につながるよっていうところ気をつけてもらって、だん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 シャッという感じになります。やってみましょう。後半が、ファイシクセブン、A 戻って、1,2,3,4で左ついたら、右足浮かせて、ファイシクス、上伸びてきます。で、後ろに対して、ドン落としてください。はい。手を前からすくったら巻き上げて、アップの、こっからグーで。ストーン落として。体重前から、首後ろにスパン。そしたら、シャッターカーン。で、次、浮きます、若干。で、クロスからもう一回下に、タラララララララ、アイチャラララララララ、
ていうのが来ます。はい、これはもうね楽曲聴いたらもう一発で分かると思う。タラララララタラララララっていう音があるから、下からイメージはドンって当てたらララララで上に上げながらこうチャララララララ振ってください。で下ろすしたら、今日は、あ、今日はというか1回目は右手を前から回してって落とす、タラララララララっていう感じになります。で今シャッターンカーンで浮いたしたら、右足踏むときにアクセントダララ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 、したら今度右手でこの頭を後ろから連れてくるような感じで反対タララララ、2回目ダン渡してください。これが and shut down フー A1 and 2 3 4 5 6 7きます。したら1 and 2 3 4っていう風に敬礼がきます。ちょっとお尻もふーん右から戻してきて3 4したら、ジェニーちゃんがここからふーんは移動きます。したらサビのね前半部分は終わります。後半部分がシャッダーンフー and 1 and 2 3 4 5 6 7 and 1 and 2 3 4きます。したら5でなんかこの左手をポーン上に上げて、でこのまま移動してください。これがブーン、したらね若干右肩を後ろ上から後ろに回すような感じでやってあげると似てくるかなと思います。はい、それではですね前半ゆっくりつなげてみたいと思います。1 and 2 3 4 5 6 7始まります。いきましょう。1 and 2 3 4 5 6 7 A1 and 2 3 and 4 5 6 7A1 and 2 3 4 5 6 7 A1 and 2 3 4 5 6 7 A1 and 2 3 4 5 6 7 A。 そしたらですね、後半いきたいと思います。最後が1 and 2 3 4 5 6 7 8で、頭の中に入れたら手を外側にこういう風に出してもらって8したら、右足踏んで1 and 2 3 4っていう風にウェーブが始まります。今右足チョンってなってるんだけど、この手を引いてくる時に1 and 2 3 4後ろに対してドンチャッチャドンチャッチャ2回ウェーブが入ります。7 8で右足引いて1 and 2で指が1本3 4きます。はい、自分の前側から上がってきて3 4したら斜めファイシセブンエイブンで反対側入ります。はい、ちょっとやることだけ追っていくと、手はエンここから握るで一本上がるで、そしたら右手がちょっとこういう風に斜めで左下、あ、でも左手が下来たら斜めを入れ替えて、で今度上下間入れ替えたら前で当たる時にここでパーになってパーンしたら、今まで通ってきたところをひっくり返してもらって右手が胸からシューン下に下がっていくっていうような、まあ、流れになってます。でそこで手が7 8きました。後ろに引いて1 and 2 3 4したらファの時に首も一緒に入れてもらってズンタタドンタタドンきます。はい、これもまたずっと3拍子は続いているので、7 8 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8 1 and 2っていう風になります。
高校で斜め刺してる時はまだ左足に乗ってて、左足、まだ左足、左足、最後のバチコーンをするときにお尻と頭が右にバンはまります。はい、これがシャッチャーン、あーボーンで、ここで向きが変わったら、こっから後ろに対してふーん伸びていくような感じで向きが変わります。したら右手を胸のところからウェーブ2回、ダン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 きます。はい、後ろに対してドンチャッチャドンチャッチャ2回音がきます。で、おろす。したら左手をズン、カ、カっていう風に、なんかシャッターの鍵をカチャカチャするような感じで、イン、アウト、イン、3回。エバーバー、バチコン、ワン、エン、ツー、スリー、フォー。したら、こっから右足を蹴り上げて、シュン、エン、バン。きます。くらえ、シュッパって感じ。お尻と頭の位置が同じぐらいかな。あんまり行き過ぎも良くないけど、高くならないように、同じぐらいな感じになるように。バン、なんか床に対してうらーってなんか投げつけてください。 OK、 ちょっと戻ってみると、セブン、エイ、ワン、エン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、エン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、いきます。そしたら投げつけたらすぐ右足左足入れ替えてもらって、チャララララララ、今度は前に対してこういう体勢ね、タラララララ、また肩を上げる。したら後ろに対してフン捨てて、今度は左手が後ろから来て、あ、前からだ全然違う、前から来て、チャララ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 で吹きます。はい、さっきは横だったんでちょっと見やすかったかなと思うんですけど、さっきは右から左、右から左だったと思うんですね。で、今度は、向こうが前だとすると、シャッダーンバーンやりました。右で左足から前後ろにはまります。で、この手を左手が前から回してったら、体重がもう一回前にかかる。前から後ろです。はい。なんで、タラララララララ、チャラララララララっていう風に、前から後ろが来ます。前から後ろの時に、体自体がくっていくよりも、顔だけがふって、ちょっといなくなる感じ。したら、お顔いなくなっちゃったから、それをもう一回連れてきてあげて、諦めない。えんふ、来ます。はい。で、あ、ごめんなさい。ザララ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 。回してる時の手はね、こっちね、ふーんってなんか自然になくしちゃって大丈夫。で、改めて、タララ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 。来てください。したら、もう最後です。右肩から、チャラララララ。引っ張ってきてください。はい。これ、指から行くっていうよりも、結構ね、肩から、スタートな感じです。で、まあ、右足の方にはまってるから、これをブーン、肩から。で、遠くを通ったら、今度はこれを引いてくるときに、肩と顎も両方こう引くような感じで、結構こういう肩の斜めと手の斜めが深くはまります。で、シューン、一本で下ろしてって、ガーン、下に対してドン、一回はめてください。なんかこの足は、なんかミュージックビデオだとこうやってボンって開いてるんだけど、ダンスの映像とか見てると結構閉じてたりもするので、まあなんか最後は好きな方でやってもらえたらと思います。で、ふー、ダーン。で、サビの後半が終わりました。オッケー。最後ね、こっから、前から、後ろ、前から、後ろ、来ました。したら、肩から、タラララララ、タララ、ドン、来ます。それではですね、サビの後半部分一緒に行きましょう。ワン、エン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ。で、ワン、エン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン。分 A one and two three four five six seven。 はい、前から後ろ、 A 前から後ろ、
And one and two, three, four, five, six, seven. はい、それではですね、サビを最初から最後までつなげてみたいと思います。なんて言ったって今回はこうね、one and two, three and four, five, six, seven にアクセントが毎回やってくるので、それを意識してこう優しくならないように、one and two, three, four, five, six, seven を大切にやると上手になります。ではまずゆっくり行ってみましょう。one and two, three, four, five, six, seven, eight, one and two, three and four, five, six, seven, eight, one and two, three and four, five, six, seven, eight, one and two, three.Four, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five, six, seven,A, 1, and 2, 3, 4, 5, 6, 7! おい!では、早いカウントでも、行ってみたいと思います。行きましょう。せーの。1, and 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, 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 1, Four, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five, six, seven, seven, って言っちゃった。OK! はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回やってみてですね、私バレエの大切さをより痛感しました。今まではこうバレエってやっぱダンスの基礎としてね、こう柔軟性だったりとか綺麗な姿勢だったりとかっていう風なものでね、大切にされてきたなと思うし、私もバレエは基礎で大切だって思ってたんですけど、まさかリズムの部分でもバレエが生きてくるなんて思ってなかったんで、私にとってもねすっごい新しい発見でした。なんで、皆さんもね、なんかどんなに数えても数えられないっていう時は、もしかしたらねこういう楽曲みたいに1,2,3,2,2,3っていう3拍子かもよっていうのをちょっと頭の片隅に入れとくと、いつか困った時にね役立つかもしれません。はい、ということで今回の動画で踊れるようになったよ、役に立ったよって人、動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。おつぷりー。ジェリコダンス部のチャンネルでは皆様のダンスがもっと楽しくなるような動画をたくさん載せています。チャンネル登録をしてジェリコダンス部に入部してね。踊るるん。